エトラちゃんは見た。俺は黒木。2年前にユリと結婚して念願のマイホームを購入した。素敵な妻と愛犬のレオに囲まれながら幸せな毎日を過ごしている。ボンレオ、たくさん食べなさい。まだまだ大きくなるのかな。ねえあなた、レオのお家大きいのに変えてあげない？狭くなって最近犬小屋から出ていることも多いのよ。わかった、俺が日曜大工で作ってみるよ。ありがとう、頼りになるわ。あら、おはようございます。おお、よく食べる犬だな。あ、おはようございます。そうなんです、こちらは最近隣に越してきた立花夫妻。普段は仲の良さそうな夫婦なんだけど。ところで、はい、お宅のワンちゃん、もう少し静かにしてもらうことはできないかしら。え、ごめんなさいね、こんなこと言って。だけど毎晩毎晩キャンキャンうるせんだよな。すみません、夜の間はお家に入れてもらうとか。大型犬ですから難しいですよ。それにレオが吠えるのは。あなた、うん、何ですの。いえ、気をつけます。悪いな、そうしてくれ。うん、だから何度も言ってるじゃないの。分かってるっつってんだろ。分かってないから同じことを繰り返すんでしょ。あ、またやれやれ、引っ越してきてから毎晩こうだな。旦那さんは尻に敷かれているようで、夜な夜な怒号が聞こえてくるのだ。バン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 。いけない、レオが。あれだけ騒がれたら吠えるのも無理ないよな。そうね、だけどそんなこと言ったらこじれそうだし。向こうも買ったばかりの一軒家だし、長い付き合いになるのは間違いないもんな。ちょっとレオをなだめてくる。ああ、家のローンもあるのにあんたの収入で毎晩ビールなんて飲めるわけないじゃない。ビールは俺の生きがいなんだよ。これ以上飲むなら出て行ってもらうからね。もううるさいわね。翌日。あら、おはようございます。あ、おはようございます。あの、昨晩は。ええ、なんとかならないかしら。すみません、だけど。なんですか。いえ、なんでもありません。また注意されちゃった。どうしようか。あ、じゃあ防音素材で犬小屋を作ってみる。ちょうど作ろうって言ってたし。いいわね。ふう、俺は鳴き声が少しでも聞こえにくくなるようにレオが入りやすい大きさの防音素材を使った犬小屋を作った。これで少しはマシになるといいんだけど。そうね、いい加減にしてちょうだい。うるせえな、俺の稼いだ金だぞ。あなただけのお金じゃないでしょ。またレオはどうかしら。静かに眠ってるな。壁があるから二人の怒声が聞こえにくいんだろうな。犬小屋のおかげかしら。よかった。しかし翌朝。おはよう。おはようございます。変なこと聞くけど、そのワンちゃんいつまで飼うつもりかしら。え、申し訳ないけどやっぱり迷惑なのよね。だけど昨日は吠えてませんでしたよね。それだけじゃないのよ。実は私、犬アレルギーなの。アレルギーですか。ええ、部屋で飼っていただくわけにはいかないの。話し合ってみてちょうだいね。うん、わかりました。なんだよそれ、アレルギーなんて本当か。なん癖つけたくて嘘ついてるのかしら。わかった、俺ちょっと一言言ってくる。穏便にね。あら、こんな時間に何ですの。こんばんは。すみませんがお伝えしたいことがあって。レオは本来おとなしい子なんです。レオが吠えるのは物音に反応してるからでして。あら、それってうちがうるさいって言いたいわけ。え、いえ、そういうわけでは。じゃあどういうわけよ。それに奥さんにもお伝えしましたけど、うるさいってだけじゃないの。何のよ。あとアレルギーが。そんなにひどいアレルギーなんですか。ええ、窓を開けたくないくらい。そうですか。なんだ。隣の方、文句を言いに来られたの。あのな、この間だってカン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 金槌で犬小屋作ってただろ。ああいうのも迷惑なんだよ。すみません。どうだった。ダメだ、話の通じる相手じゃないよ。そう、仕方ない。レオはしばらくうちの中に入れておこう。わかったわ。それからしばらくレオは室内で飼うことにした。もともとおとなしい性格だからそれほど負担はなかった。しかしどうしても大きさがあるし、ずっとこのままというわけにもいかない。そんなある日。あんた、いい加減にしないとぶっ殺すわよ。うるせえな、来てみろ。日に日にひどくなっていくわね。レオの鳴き声なんかよりよっぽどうるさいよ。ところがある日を境に怒声は全く聞こえなくなった。そういえば最近静かね。うまくいってるのかしら。やっぱりレオの鳴き声で二人ともイライラしてたのかも。なんだ、犬小屋から物音が。
レオならここにいるわよ。うん、気のせいかな。隣人夫婦の喧嘩も収まったので、俺たちはレオをもう一度犬小屋に戻してあげることにした。そらレオ、またここで寝泊まりできるぞ。パッ、どうしたレオ、何か匂うのか。しばらく帰ってなかったから違和感があるんじゃない。そうかもしれないな。やっぱり静かだと落ち着くな。そうね。なんだ、今日は静かなのにどうしたのかしら。レオ、どうかしたか。見えないの。奥に入っているのかな。レオ、あっ、え、何してるんだあんた。なんだあんたらか、うるせえな、今追い出されてんだよ。追い出されてる。それより、これ作ったのあんただったよな。そうですけど。よくできてるよこれ、結構住み心地いいぜ。ちょっと入り口狭いけど。ふざけるな。レオは、レオはどこへやったんだ。レオ、ああ、あの犬か。ったく、あんな犬をここに戻しやがって、俺の寝る場所がなくなっちまうじゃないか。邪魔だったから逃がしたぜ。ユリ、警察だ。警察を呼んでくれ。わかった。おい、ちょっと寝てただけだろうが。通報後、すぐに警察が駆けつけてくれた。お前、犬小屋で寝てたとかマジ恥ずかしくねえのかよ。幸い、近所をうろついていたレオも保護することができた。単なる隣人トラブルだと思われたのか、警察は簡単な注意だけして帰ってしまったが。あんた、あんなところで寝泊まりしてたの。お前が追い出すからだろ。だからって犬小屋なんかで寝ることないでしょ。うるせえな。あ、ちょっと、そんな状態で家に上がらないで。うん、私が犬アレルギーなの知ってるでしょ。ちょっと気がついた程度だろうが、大げさだな。もういいわ、追い出すだけで済ませた私が間違ってた。離婚よ。ちょっと待てよ、この家だって買ったばっかだろ。そうね、残念だけど手放すなら子供のいない今だわ。マックス、もう最悪。泣くくらいならこれからも一緒に。アレルギー反応よ。それから再度警察がやってきて、犬を逃がした件を事件化するか問われたが、悩んだ末、俺たちの隣からいなくなるので許してやろうと思った。せっかく建てたのにもったいないわね。そうだな、いい家だからすぐに誰か住むだろうけど、しばらく束の間の静寂を楽しもう。え、そうね。まっ、しばらくして入居者が決まった。我が家と同じく犬を飼っている家庭だ。近所の公園とかおすすめですよ。あそこいいですね。レオ、お前あの子のこと好きなのか。まっ、レオにも友達ができて毎日楽しく過ごしている。ご視聴いただきありがとうございました。家を追い出されてしまったのは気の毒かもしれませんが、こちらからしたら正直そんなの知ったこっちゃないですよね。それどころか勝手に犬小屋に入って不法侵入している上に、よそ様の家で飼ってる犬を逃がしたり、この一連の行動が悪いことだという自覚はないんでしょうね。そしてワンちゃんがうるさいだとか注意する前に、自分の家は迷惑をかけていないか考えられないのでしょうかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、近所付き合いって大変だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。